ユニット、チョコンヌとしても活動するチョコレートプラネットとシソンヌが MC を務め、スノーマン、宮舘涼太が出演する、旅の思い出なんだっけ夜7時58分から9時48分、テレビ東京系の第2弾が、11月2日、木曜日に放送されることが発表された。ゲストには大友カレンが出演する、新たなスタイルの旅番組。 2023年7月に第1弾が放送され、好評を博した同番組。仲良しメンバーで絶景絶品グルメを巡る楽しい旅を満喫するかと思いきや、ルーレットで選ばれた一人だけが、旅の思い出クイズの回答者になる。旅の道中、様々なものを漏らさず記憶していかないといけないため、回答者一人だけ全然旅を楽しめないという、新たなスタイル、 の旅番組となっている。埼玉、七部と長瀞を舞台にロケ思い出クイズを東京都心から約2時間の埼玉、七部と長瀞が今回の舞台。絶品グルメや絶景などを満喫する一方でクイズ回答者一人だけが思い出クイズに挑戦しなくてはならない。旅の思い出から出題されるクイズは旅の道中で立ち寄った名所の情報から 出会う人、物、出来事まで全てが出題範囲で、旅に同行するクイズ作家がリアルタイムでクイズを作成。賞金10万円の全問正解を目指してチャレンジする。チョコレートプラネット、長田翔平コメント、本当にただただ友達と旅行したというだけの番組です。最後にまとめて賞金10万円分のクイズをすると気張っちゃうので、 賞金1万円にして15分ずつくらいのペースでやればもうちょっと楽しいんじゃないかなとは思いますね。今回一番印象に残っているのは、伊達様が記者の番号を覚えるのに、勝手に CM を作って覚えていたこと。CM 覚えシリーズは、今後も見てみたいな。あと、今回出来上がった宮だと松尾のポンコツコンビも見てもらいたいですね。飯食ってる時にずっとなんかやっています。 チョコレートプラネット、松尾春コメント。気心知れた仲間たちなので、やっぱり回答者じゃないってことが最高に楽しいですね。次、番組をやるとしたら、僕らは楽しむ側のポジションを固定してもらって、回答者はゲストがやればいいんじゃないかな。賞金はゲストに頑張ってもらって、僕らは旅だけ楽しませてもらえればいいと思います。子孫ヌ、長谷川忍コメント。 MC は前回と同じメンバーでしたが、チョコプラとはもう10から20年近く一緒にいますし、宮舘くんとも2回目なので、どんどん良くなってきてはいますね。ただ良くも悪くも、誰も言うこと聞いてねえなと思いましたね。僕も含め。行き当たりばったりすぎるのかなとは思いましたけど、そこはこの番組の良さになってくれればいいですね。子孫ぬ、二郎コメント。今回、 前回よりも回答者になりたいなって思っている自分がいましたね。問題が5問から4問になっただけで、だいぶ記憶のキャパに余裕が持てるというか、10万円取れるんじゃないかというちょっと欲求が出たんですけど。次回、自分が回答者になったら賞金取れそうな気がするので、こっちからも賞金に10万円に上げてくれってふっかけに行きたい。スノーマン、宮舘良太コメント。 個人的には秩父に初めて来たさせていただいたので、街の魅力や街の方と触れ合いながら旅の思い出を記憶することができたのかなっていうのは印象深く残ってますね。今回クイズの回答者になりましたが、前回よりは自分なりに答えられたのかなって思います。あとは、やっぱりコンビネーションができてきたなっていう。クイズの傾向もわかってきました。大友かっこいいコメント。 普段お休みの日に旅をするのも好きですが、意外と覚えてないことって多いんだなと思いました。語呂合わせとかでみんなで覚えましたが、全部焼肉と温泉が洗い流しちゃったので、今は全く記憶がないです。ただただ楽しかったという記憶だけを持ってお家に帰ろうと思います。ありがとうございました。MC の皆さんはずっと愉快にお話していて、すごい楽しいなと思いました。朝ロケバスで、 みんなで秩父に行くときも遠足みたいにクレープとかソフトクリームとかいっぱい買っていらして、とてもチャーミングだと思いました。